ズハンパラグラスは、イネ科植物の一つ。草本ではあるが背が高くなり、また補福枝を出して、広く茂る。アフリカ原産だが、熱帯域に広く見られ、日本では沖縄で普通に見られる。牧草などとして利用されるが、侵略的外来種として嫌われている地域もある。大柄な多年生の草本で、長く補福枝を伸ばして広く繁茂する。 家計は高さ2から6メートルに達することがあり、立ち上がるか、時に、ヤブや樹木の間に生えて、斜めに伸びてもたれかかる。その基部は太さが5から8ミリメートルに達し、膝曲がりに折れ曲がり、その節の部分から根を下ろす。また節の部分には毛を密生させる。葉の基部の鞘部は無毛か、あるいは有毛。養身は、長さ15から45センチメートル。 幅10から15ミリメートルあり、先端は次第に細くなって長く尖り、毛はなく、その縁はざらつきがある。端田は節型で短くて長い毛が縁取りに生える。幼少は太くて上向きの白い難毛が密生する。夏季は9から11月。花は塩水化をなして長さ10から20センチメートルになり、その構成は 長さ4から6センチメートルの個々には、相乗果女状のものが、まばらに数個から10から20個ついているものである。果軸や枝には、長い難もが、まばらに生え、短い毛が密生する。この相乗果女の部分にコボが密生してついている。その果軸は、背面が扁平で下面は中央に縦に走る量があり、その量からコボが出ており、さらに、コボには、 柄のないものと短い柄のあるものがあり、これらが2個1組になって並んでいる。コボは兄弟円型で、長さ3ト、mm、ル先端がわずかに突き出たようになっており、色は淡いかあるいは紫色に染まり、明確な脈がある。コボは、下軸の下面に左右1列、計2列に配置する。コボは2個花からなり、第1個花が軸に向く。第 1A は、 卵状三角形でコボの長さの3分の1ほど。和名は英名のパラグラスの金書きで、パラはブラジルのパラ州に基づく。学名はブラッケリアムチカも用いられるが、当記事ではユーリストに従った。英語の一般名称としては、他にバファローグラス、モーリシャスシグナルグラス、ポストペアー、マロージラ、グラムローテ、パラナ、カリブグラス、スコッチグラスとも呼ばれる。 カリフォルニアグラスとも呼ばれるが、カリフォルニア州には生えていない。原産地に関しては、情報は少々錯綜している。マキの原著では、熱帯アメリカの原産とあるが、チャートリーもダグラスエトールも、本種をアフリカ由来としている。クワハラは北アメリカ原産としており、これは多分怪しい。清水田編著には、熱帯アフリカが原産で、 古い時代にまず南アメリカに導入されたとあり、どうやらこれが正しいようである。今では南北アメリカ、アフリカ、南ヨーロッパ、オーストラリアなど熱帯から熱帯の湿潤な地域に広がっている。日本においては沖縄で見られる。日本のそれ以外の分布や記録については記載がなく、桑原も分布には沖縄とのみ記してある。清水田編著では、 南西諸島となっており、いずれにせよ本土には侵入していない様子である。沖縄に入ったのがいつかはよくわからない。宮城は戦前から親しまれてきたとある。しかし初島、天野では戦後帰化としているので、広がったのはこの時期と思われる。清水田変著にも日本には古い時代に入りとしかない。水湿地に生育し、特に水分の多い土壌によく育ち。 他の牧草が生育できない場所でもよく増殖する。二十歳、樹園地、牧草地、道端、荒れ地に生育している。水辺にしばしば純群落を作る。繁殖は種子からと、捕福枝による栄養生殖によるが、沖縄では種子が形成されていないという。本種が属する肉きびもど貴族には世界に100種ほどが知られ、日本からも、 本種の他に4種ほどが知られるが、ビロードキビユーベローザが本州南部以南に分布する他はいずれも、幾多種であり、またそのいずれもが南西諸島にしか定着していない。またそのいずれもがその背丈が、せいぜい60センチメートル程度と本種より、はるかに小さいので、判別に困ることはない。本種は水辺によく繁応するために、水路の円を固める用途にも用いられ、 沖縄でも古くは、軽半層とされた。オーストラリア北部では1884年に、川岸の侵食を調節するために持ち込まれたが、後に牧草としての利用のために広く、栽培されるようになった。しかし、本種の最大の利用はやはり牧草としてであり、世界の熱帯域に持ち込まれたのも、種として、これによる。他方で主に水辺で、 よく繁茂する性質は侵略的外来種としての問題も引き起こしている。沖縄では戦前からあるというが導入の時期は明らかではない。ともかく水湿地に生育するのが大きな特徴で、従って他の牧草が生育できないような湿地や沼地などの環境では本種の栽培が大いに役立ち、那覇近郊では牛馬の嵐漁として用いられてきた。 ただ下の牧草に比べると栄養価では劣り、家畜の指向性も高くない。そのあたり、牧の原著で期待が持てる、捕服性の牧草とあるのはやや的外はずれに見える。本種は侵略的外来種として、在来の生態系を圧迫する点でも、各地で注目されている。日本においても捕服系を発達させ、その節から発根して、容易に、 新個体を作る点を指摘して、二十歳で雑草化する恐れがあるから注意する必要があるとの注意喚起も存在したが、現在では広く雑草化しており、ほぼ無駄であったようだ。ただしそれ以上に問題視する声もあまり見られない。しかし国外では、より深刻な脅威として、対応を迫られている地域もある。本種は、世界最悪の雑草の一つとされ、 24の国の23の作物に対する農業被害が指摘されている。オーストラリア北部では、熱帯の氾濫源が外来の稲荷植物の侵入を受け、在来の植物群落が大規模に脅かされているが、本種は在来植生への大きな脅威と考えられている。この地域の在来植生である野生の米や犬黒具合と本種が置き換わっており、その結果として、 カササギガンやオーストラリアズルの個体群にも悪影響を与えている。北アメリカ南部ではフロリダ農業実験所によって牧畜用の牧草としてフロリダ2870年代に持ち込まれた。現在では本種はフロリダの公的水域の52%で報告され侵略的であり、この区域内では栽培が推奨されない植物に認定されている。 その成長の速さと多感作用によって本種は生態系の多様性を減少させる。ありがとうございます。